はい、皆さんこんにちは、榊篤史でございます。8月28日になりましたね。もう金曜日、朝から疲れてますけど、11時20分回りました。今日はなんか暑くなってますね。これからもっと暑くなるらしくて、もうすぐ冷房に切り替えますけども。さて、昨日の夜ですね、家で見てたら見つけた記事でこんなございます。ヤフーニュースなんですけども、元の出元はジャパンフォーブスってところですね。台湾政府がアリババのタオパオ台湾に中国と断絶を要求ということですね。ちょっと読んでいきますと、台湾の当局が中国企業に対する圧力を強めていると。台湾政府は8月24日、e コマーズサイト、タオパオを台湾に対し、6ヶ月以内に中国企業として登録をし直すか、同社の経営権を中国のアリババグループから剥奪って書いてありますね、剥奪するよう求めた。台湾政府の経済部は、タオパオ台湾で収集された個人データが中国政府に送られることを懸念し、今回の命令を行ったと述べている。まあこれあれですね、 TikTok もそうですね。僕らのデータ、メールアドレス、生年月日とかですね、そういうものがですね、全部中国政府に行ってしまうと、何かと不都合であるということですね。タオパオ台湾は書類の上では英国の投資会社グラダベンチャーインベストメントが運営しているが、実際はアリババの支配下にあるという。アリババもね、マーさんっていう創業者、孫さんと仲良いみたいですけども、結局あれですね、経営権を中国政府に渡してしまいましたよね。ああやってね、ちょっとね大きくなったら、みんなね、共産党がやってきて取ってしまうんですよ。経済部の調査によって、英国のグラダベンチャーがアリババの支配下にあることが確認できたと広報担当者は声明で述べた。アリババの e コマーズプラットフォームであるタオパオは中国で約10億件のアイテムを販売中だ。一部の報道によると、タオパオ台湾は中国版とプラットフォームを共有しており、プライバシー管理についても中国側と合意を結んでいると。要は情報は流出するということですね。続けます。タオパオ台湾の担当者はコメント要請に応じていない。台湾と中国は緊張関係にあり、台湾政府は中国企業からの投資に警戒を強めている。中国政府は台湾の統治権を保有していると主張し、将来的に両国が統一されると述べている。中国は一つの中国という主張をしてまして、そこに台湾も含まれてるんだと。だから台湾も本来中国の領土であるという、主張をして、それが建前になっています。で、今台湾にあるのは何かと言いますと、言ってみりゃどう言いましょうね、本国の管轄が及ばない、ところで、なんかこう反独立みたいな勢力が、いや救ってるんやみたいな、そういう解釈ですね。台湾政府は中国のファーウェイが製造した通信機器の使用にも制限を設けている。米国政府も中国に敵対心を強めており、最近では中国のバイトダンスの動画アプリ TikTok を禁止しようとしている。調査企業 IDC の台北事務所のシェリータサイ、シェリツァイ、はタオパオ台湾のサービス停止や現地の顧客サービス部門の閉鎖が行われない限り、台湾の消費者が動揺することはないだろうと述べたと。短い記事ですけども、台湾もですね、米国に倣って、その中国 のこういった個人情報を収集してですね、そのまま中国政府に続けになりそうな企業を今後排除していこうという動きがうかがえますね。あと、ファーウェイのような企業を締め出していこうと。これ全体的にアメリカ政府、トランプ政権の政策の流れに従っていこうということなんですけども、今後もっとこう出てきそうなのはあれですね、
台湾がですね、この前選挙を、去年の12月でしたっけね、選挙を行って蔡英文さんが再選された時にですね、中国側からすごい選挙の介入があったようなんですね。つまり蔡さんではない候補、国民党の候補、ちょっと名前忘れましたけど、あの方をですね、こう当選させようとしてですね、まあ、SNS 等を通じて恐ろしく介入をしてきたと。台湾途中で緊急の法律を作ってですね、それに対応するような事態もありました。だから非常に警戒心強いですね。で、基本的に台湾と中国は言葉が同じなんですね。まあ、見た目というか、あの使ってる感じはその台湾は元からのトラディショナルな感じを使ってまして、中国はこう漢字といいますか、あの簡素化された、僕らが見ても時々あれ何やろこの字と思うような簡素化された字を使ってまして、その違いはあるんですけど、そんなん覚えりゃすぐなんでなんてことないわけなんですね。だから同じ言葉できますんで、よりそういった情報操作を受けやすい立場にあります。で、今回はその e コマースですけども、今後ですね SNS 関係でこう遮断をしていくという動きは当然出てくるんちゃうかなという気がしますね。かといってですね、台湾と中国大陸とは経済交流がありまして、台湾企業は大量に中国に進出しています。で、日本もそうなんですけども、一旦中国っていうところに進出するとですね、なかなかこれ引き上げにくいんですね。全部置いてけぐらいの勢いなんですよ。で、中国国内で儲けたお金は中国国内で使えみたいな、まあ、非常にその投資先としてはですねふさわしくないっていうのがだんだん分かってきましてですね、引き上げようとする、今後引き上げていこうという動きになろうかと思います。で、今では香港というね抜け道があったんですね、いろんな面で。で、今後香港という抜け道も閉ざされそうだと。で、香港ドルという緩衝材があったんですけども、これもですねドルペック制をこう多分近々なくなると思うんですね。そうすると香港という意味がなくなるんですよね。存在意味がなくなってしまうと。そうなるとですね、あれなんですね、中国大陸の魅力も今まで通りではないわけです。台湾と中国の今後の経済関係っていうのは冷えていくんちゃうかなと思いますね。日中関係もそうですけど、今後冷えていく、要はアメリカと中国が対立している限りにおいてですね、非常に商売はやりにくい状態になっています。アメリカの最終目標は共産党の政権を覆すということなんで、これはまああれですよ、言ってみれば長期戦でございまして、まあ、大統領選挙の影響も多少ありますけども、まあ、大きな流れとしては変わらんやろうなという気はいたします。ですんでですね、まあ、今後台湾と中国ですね、こういった経済的なこう対立からですね、こう流れを交流を断っていくという動きは、これはまあ大きな流れになっていくでしょうね。で、最近はもうそれ以上に、きな臭い話がいっぱい出てきてますんでね、まあ、この程度であればですね、まだまだ、ってまあ、ね、小さいニュースでしかない。これ例えば2年前3年前であればこれトップニュースなんですよね。でも今となってはですね、こんな一経済ね、一企業のお前どうすんねんみたいな話だったらですね、そんなことよりもっとあれですよ、こうネイビーがやってきてるということになってますんで、ね、ネイビーやエアフォースがあって、そういう話になってますんで、非常に小さなニュースではあります。小さなニュースではあるんですけど、一つの流れを象徴する出来事なんで、見逃しがたいなということでしょうね。で、今その台湾政府ってどう言いましょうね、ちょっとこういい感じになってきてますね。チェコから代表団がやってきたりとかしてですね、外交的孤立に追い込まれてたんですけども、ちょっと跳ね返し、まあ跳ね返しというところまでいきませんけども、いい流れになってきてます。で、アメリカから厚生、日本でいう厚労大臣みたいな人がやってきたりとかですね、金門島というところ のセレモニーにアメリカ代表が参加したりとかしてまして、まあ、それに対して中国はイライラしてるわけですね。まあ、しゃあないですけどね。
ですね、台湾としてはこのこう流れに乗っていってですね、なんとかこう国際的な地位の挽回を図りたいなというところではないのかなと思いますね。一応これ貼っときますんで、今日もご興味のある方は読んでみてください。はい、どうもありがとうございました。